この演舞は近江神宮にまつわる物語がテーマとなっています。裏テーマは思いを形に。我々の演舞でこの桜やさこいの舞台を最高に熱々く盛り上げてみせます。歌舞伎一同精一杯演舞しますので、どうか最後までご声援手拍子のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。なので歌舞伎特集